い、どうもテレです。本日は値下げ速報動画になります。ユニクロは毎週火曜日に一部のアイテムの値下げを行っています。今週の11月3日火曜日までにあったイネスの値下げをまとめました。今期のイネスは70年代のモダンさがありながらシックでクールなアイテムばかりでかなりいい感じですよね。私が女性であれば間違いなく購入しているシーズンです。値下げに関しては発売日が8月28日発売で早いこともあり、11月の今であればかなり値段が下がっています。まさかの 70% オフのアイテムもありました。しかもまだそこまで寒くないので、値下がり品を今買ってすぐにガンガン着れることはいいことですよね。イネスが狙い目です。オンラインの在庫の情報は11月4日の朝10時の在庫状況です。今回の値下げで人気アイテムの人気カラーサイズは在庫がなくなっていくと思いますので、在庫状況に気をつけてください。それではイネスの値下げアイテムを見ていきましょう。まずはこちら、リブブルゾンです。定価5990円が3990円の2000円の値下げです。カラーがナチュラル、ネイビーの2色展開です。オンラインではナチュラルの M サイズのみあります。スポーティーなブルゾンにウエスタン調のヨーク切り替えを入れて個性をプラス、新しいイメージで着こなせるブルゾンです。レトロモダンなブルゾン、そこまでスポーティーな感じはなく渋いアイテムだと思います。襟、リブに施されたラインがいいデザインのアクセントになっていてかなり好きなアイテムです。このアイテムのネイビーは密かに狙っていたんですが、やはり定価の時に一番大きいサイズの 3XL は売り切れました。ネイビーが渋くてモダンですごく欲しかったです。3990円になってオンラインの在庫がナチュラルの M サイズのみなので、狙っている方はゲットしましょう。それにしてもモデルさんが可愛いですよね。次にこちら、コーディロイピーコートです。定価9990円が4990円の5000円の値下げです。カラーがベージュ、ブラウン、ブルーの3色展開です。オンラインでは全カラーサイズ掛けしています。コーディロイの腕の太さや光沢感にこだわり、カジュアルの中にも上質感のあるコートに、ディティールもしっかり作り込んだ一着です。コーディロイのピーコート可愛いですよね。さすがにメンズの私では試着ができないので、着た感じのサイズ感が伝えられないのが残念です。オンラインのモデルさんが176センチで M サイズを着てこんな感じなので、丈感はミドル丈で肩がやや広めだと思います。ただモデルさんのスタイルが良すぎます。レディースのアイテムを見て毎回思うんですが、レディースのモデルさんはかなりスタイルいいですよね。着画がなかなか参考にならないのではないかと思いました。アイテム自体は若い子には何気に難しいアイテムだと思います。光沢感のあるコーディロイ生地なので、そこをうまく活かせるコーデか、うまくまとまるコーデにしないと浮いてしまいそうです。あとは着る人の雰囲気に合うかどうかですね。古着を着こなせる子であれば大丈夫な感じがします。購入を考えている方は必ず実物を見て試着をして購入しましょう。次にこちら、レザータッチコートです。定価7990円が3990円の4000円の値下げです。カラーがブラック、ブラウンの2色展開です。オンラインでは全カラー XS、3XL サイズがサイズ掛けしています。本革に引けを取らない質感にこだわった素材を開発、素材が持つ質感、デザイン性が十分に楽しめる肌触りの良い裏ボアを使ったランチコートです。7990円からの半額で3990円は安いですね。ブラックがボアもブラックで、メンズでも大きいサイズならかっこいいかなと思って実物を見たんですが、合皮の質感が少し安っぽい感じがしました。悪くはないんですが、どうしても合皮感が出てしまいます。定価7990円であればこの合皮感であればちょっと厳しいですが、3990円であれば購入してもいいかなという感じです。表地の質感で好き嫌いが分かれると思いますので、購入を考えている方は必ず実物をチェックしましょう。次にこちら、ダブルフェイスコートです。定価12900円が7990円のおおよそ5000円の値下げです。カラーがナチュラル、ダークグリーン、ネイビーの3色展開です。オンラインではナチュラル以外全カラー全サイズ売り切れています。ダブルの襟を大きめにして存在感をアップ、上質感のあるダブルフェイス素材を使用、さらっと羽織ってもベルトをしっかり結んでもどちらでも綺麗なシルエットが楽しめるコートです。今季ユニクロが推しているダブルフェイス生地、ダブルフェイス生地とは2枚の生地を1枚生地にすることから厚みが生まれ、コート、ジャケットなどで使用すると風を通しにくく暖かさがある程度増します。また表面と裏面を異なる素材を使用することで、見た目の風合いとは別に裏面で機能性を実現できます。こちらのダブルフェイスコートの表地は温かみのある生地感で上質感がありいい感じです。シルエットも綺麗に出ていてさらっと着れるコートだと思います。シンプルながら使いやすくていいコートです。ダークグリーン、ネイビーの在庫がオンラインではないので、欲しい方は店舗を巡りましょう。このお値段であれば買いのアイテムです。
次にこちら04ボータイブラウスです。定価2990円が1990円の1000円の値下げです。カラーがブラック、ベージュの2色展開です。オンラインではブラックは S サイズのみ、ベージュは全サイズあります。落ち感があってとろみのある04 100% 素材を使用、そのままでも薄んでも美しく見えるボータイに改良し、コンパクトでも動きやすいシルエットにアップデートしました。レディースでは定番で出ているボータイブラウス、結んでも解いても使えるので様々な表情が楽しめます。モデル着画を見ると少しコンパクトなサイズ感だと思います。シルエットも程よいたまりもあっていい感じです。このモデルさんもスタイル良すぎですよね。ユニクロのシャツ、ブラウスはシルエットが良く品質も良いので定価でもコスパが高いんですが、1990円であればコスパ最高です。04であれば気軽に使えて使いやすいですよね。次にこちらシルクラップワンピースです。定価12900円が4990円のおおよそ8000円の値下げです。カラーがブラック、ワイン、ベージュの3色展開です。オンラインでは全カラーサイズ掛けしています。独特の光沢感があり滑らかで肌に優しいシルク 100%、 シルク 100% の美しさを生かしたメリハリのあるシルエットで上品な仕上がりに、羽織としても着回せるラップデザイン。前端のステッチはデザイン性はもちろん、見返しがめくれるのを防ぐのでストレスなく履けるワンピースです。シルク 100% のワンピースが4990円はやばいですよね。シルクの光沢感で高級感があり着心地最高です。オンラインのモデルさんが着ると本当に決まりますよね。このモデルさんは176センチのスーパーモデル体型で M サイズを着用しています。ただ日本人の体型だとこんなにはうまくはいかないと思います。ワンピースは体のラインが出やすいので注意が必要です。オンラインのスーパーモデル級の着画を参考にして購入すると失敗するので必ず試着をおすすめします。シルク 100% のラップワンピースが4990円で試せるので、試してみたい方であれば気軽に試せるお値段です。最後にこちらパンツ、スカートです。すべて値下げになっていて、スカートは定価2990円から2000円引きの990円でかなりお買い得です。パンツも値下げで安いです。やはり安いので人気アイテムのカラーはサイズ掛けしています。スカートに関してはメンズの私は全くわからないのでコメントは差し支えますが、とにかく安いですよね。私でも試してもいいかなと思えるお値段です。ユニクロのパンツもフォルム、シルエットが綺麗でコスパの高いアイテムです。特に茶系ブラウンのパンツは絶妙な色合いで秋冬に大活躍間違いなしです。このお値段であれば間違いなく買いですね。以上が11月3日火曜日までにあったイネスの値下げをまとめました。イネスもかなり値下げになってお買い得です。レディースは何気にメンズよりコラボが多く選択肢が増えて羨ましいです。イネスのようなフレンチシックのアイテムをメンズでも展開してほしいです。いよいよ来週の11月13日金曜日にユニクロジルサンダープラス J の発売が始まります。イネスとはテイストが違うのでそんなに被らないんですが、今までのユニクロにはない洗練された大人のアイテムばかりで、ユニクロの中のハイブランドという感じがします。9年ぶりの復活となるプラス J、 やはりお客さんもプラス J に流れていくと思いますので、今後のイネス、ユニクロ U、 JW アンダーソンコラボの値下げも期待ができます。また値下げになりましたら速報動画を作りますのでよろしくお願いします。皆さんお得にコスパの良い買い物をしましょう。それではここまで見ていただきましてありがとうございます。説明した金額はすべて税抜き価格になりますのでご了承ください。またこの動画の情報画像はすべてユニクロ公式サイトより出展しています。今後もいろいろな動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録とインスタの登録、この動画が良ければグッドボタンをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。